はい、ということで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日はフォッサマグナって何っていうことについて説明していきたいと思います。それでは結論からいきたいと思います。フォッサマグナとは西日本と東日本を分ける線、まあ、正式には溝なんですけど、まあ、ざっくり覚えると西日本と東日本を分ける線のことをフォッサマグナといって、日本と、まあ日本の真ん中ら辺のことを、まあ、フォッサマグナというふうに言います。それでは具体的に説明していきたいと思います。フォッサマグナ、なんとなく聞いたことあるけど何かわからないで有名な、まあ、フォッサマグナなんですけど、さっきも言ったようにこの辺りに存在する、まあ、線っていうには、まあ太すぎるんですけど溝になります。でこのフォッサマグナより東側は山脈が縦に入っていて、フォッサマグナより西側は横に山脈、山地が、走っているっていう特徴があります。そして東日本は険しい山脈、西日本はなだらかな山脈っていう風になっていて、このフォッサマグナを中心として西と東で地形が結構違うよっていうところが、フォッサマグナの、まあ、説明としてよく使われるものだろうという風に思います。その溝がどうやってできたのかっていうと、かなり大昔に遡ります。何千年前なのかな、何千万年前なのかなに遡ります。昔ユーラシア大陸と日本列島はくっついてたっていうのはなんとなくその歴史の初めの方の授業でやったと思いますが、まあ、くっついてたんですね。長方形のまあ日本列島はくっついていたわけです。でその長方形のこの縦の長さに合わせて山脈とか山地も走っていたんですね。しかしプレートの動き、まあ、あの地球っていうのはプレートの動きで大陸っていうのがちょっとずつ動いているので、このように力が加わります。そうすることによって長方形の、日本列島になるものがぐーっと力が入っていくんですね。まあ、なんかゼリーとかみたいなのをイメージしてください。ピーって力が入ってくる、細長いゼリーみたいなのがぐーっと力を、加えられていったらどうなるのかっていうと、次第にここにひび割れが起きていってパキッと分かれますよね。それが何千年前に起きた日本列島の地殻変動になります。ぐーっと曲げられてパキッと割れてしまった日本列島は昔割れてしまったんですね。その結果日本海と太平洋がつながることになります。で何千万年もかけてここにこの細長いところに土砂とかが溜まっていくんですよ。まあここの日本海と太平洋の間やっていうことでよく水も流れるっていうことはその分土砂も流れていくので、ここにどん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 土が溜まっていきます。その後起きた地殻変動っていうのが今度はここからぐーっと日本列島を上下に、力が加わっていくんですね。それによってここの溜まった土砂がぐっと潰されていってボコッというふうに隆起します。その結果、フォッサマグナの左側とフォッサマグナの右側では押し潰されて、もうどこにも行けなくなった土砂がボコッと上がって高い山脈になっていくんですね。例えば飛騨基礎赤石って言われる、日本アルプスであったり、この辺りに富士山とかがあったりとか、関東山地、越後山地、越後山脈かなっていうのが、高い山が出ていきます。さっき溝って言ったのはここがパカって分かれた時にへっこんでいた、そこにどん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 溜まっていった土砂が溜まっていったっていうことで、割れたところに溜まっていった土があるということで溝というふうに表現しました。はい、このようにもともと縦に、山脈が流れていたものがパキッとなったせいで北日本、東日本は縦向き、西日本は横向き、これがもうちょっとクッとなるんですね。その結果横向きになっていくという形になりました。はい、ということで今日はフォッサマグナについてやってきましたが、地殻変動によってできた溝がフォッサマグナになります。でそれによって東日本は縦向きの山脈山地、険しい縦向きの山地山脈、そして西側はなだらかな、山地山脈、そして横向きの山脈になっていきます。